はい、今回はですね、スリクソンの新しく出た、まあなんかこう飛ぶボール、ドラコン選手が軒並み飛んでますよっていうボールが実は出たんですね。でそれの、まあ、検証実験をしてみたいと思います。で実はね、これカバーで申し訳ないんですけど、スリクソンの、まあ、X っていう今までこうディスタンス系の飛距離が出るっていうタイプのボールから X2 っていうのが新しく出て、実はこれ結構ドラコン選手が使って距離が伸びてるよっていうデータが実は出てるんですね。でなので、実際これ、まあ、私がこう外でトラックマンで測って、どういう結果が出るのか、でまたちょっとラウンドでも実際ディスタンス系で正直ラウンドしたことないので、ラウンドしてみたいと思います。であんまり僕らもこういう検証ってやらないんですね。だいたいここからここまでの幅の中で硬いか柔らかいで選びますみたいなのが多いので、実際プレーでやった時にどういうふうな、まあ、例えばアプローチ打ったらどうなのとかね、セカンドショットでどうなのとか、パターどうなのっていうところも含めてやってみたいというふうに思います。まあちょっとそのままで、今現状プロ仕様として出てるのは、まあ、プロ仕様っていうかな、なんかまあプロたちが多く使ってるのはこのいわゆる Z スターと Z スター XV というシリーズです。赤と黒ってやつですね。なんでとりあえず3球ずつしっかり打って、まあ、あの悪い当たり1個取っていい方のショット 2発でちょっと検証してみたいなと思います。はい、じゃあまずいつも使ってる黒いきます。黒よし、まあ普通ですね、コースぐらいな感じで打ちます。ナイスフェードって感じね、いいフェード。49クラブスピード49、274キャリー、292トータルって感じかな。2900回転、まあ今ちょっとフェードだったんでね、それぐらいのスピン量だったと思います。これちょっと、ちょっとした目かな、打点が。クラブスピード 48.5、同じぐらい、259キャリー、285トータル、スピン量も2751、さっきよりちょっと当たり悪かったですね。じゃあ最後。はい、これも 48.3 クラブスピード、ちょっと当たり薄かったですね。255キャリー、284トータルって感じ。じゃあ次赤いきます。スリクソン赤、こっち、あ、分かるようにちょっとデータを打ち替えとこうかな。XV って打っとこうかな。 XV、 はい、 48.8、はい、3200回転、264キャリー、285、まあ、ちょっと今のも厳密に言うと芯より、まあ、本当1ミリ2ミリしたかなっていう気がしますけど、これはちょっと捕まり気味でも距離は出てるかな、 50.4、 はい、270キャリー、297トータル。
はい、ちょっとこうフェード気味に入ります。 48.7 272キャリー、280、まあほぼ290トータルですね。はい、続いて前の X 打ちます。ちょっと3切符目、クラブスピードはあんまり上がってないですね。 47.9 でも261キャリー、トータル294、まあ、ちょっと先っぽ目っていうのもあるけど、スピンの量がすごく、スマッシュファクターはちょっと上がんなかったですね、芯じゃなかったんで。はい、ちょっと当たり薄めですね、下目。はい、これはちょっとハーフトップ目なんで、248キャリー、277。ちょっと、もうちょっといい当たり打たないとね、今のはちょっと当たり悪かったな。はい、でも全然硬くない。この X は、なんか X でも硬くない。はい、まあまあ 48.7 クラブスピード、はい、260キャリー、トータル293ということです。はい、それでは X2 いきます。まあ普通です。 49.4、 はい、おお、ベスト271キャリー、297トータル、今日1飛びました。 X2 もう一回いきます。なんかでもディスタンス系のボールって言われなきゃ、なんか硬さとか全然感じない。なんか一昔前までのディスタンス系のボールって、なんか打った瞬間に音とかもすごかったから、多分言われなかったらあんま分かんないと思います。これ全然気にならないな。まあまあ 48.6クラブスピード、クラブスピードだいたい全部同じぐらいですね。おお、301、やっぱ飛ぶ単純にシンプルに飛ぶね。280キャリー最後、ちょっと引っかかっちゃったけど、まあクラブスピードは同じぐらい、48.6。はい。おお、300。ということで、ちょっと一個途中 X のやつデータ取り分けなかったけど、まあ今パパパッと3球ってまあ厳密に言うと僕がもう全部同じスイングはできてないですよ。できてないし、まあ、機械ではないので分かんない部分ってありますけど、今パッと打って3球のアベレージっていう点では X2 がやっぱり飛んだよねと。でちょっと今この後この辺にこうデータをポポポンとこう3球の平均みたいなのをちょっと出して後でもらうので、まあそれを確認してもらえればなと思います。単純に飛ぶキャリーも出て、であともう一点言えるのは硬くない、
想像よりも全然硬さを感じないので、そのあたりはこう多分ユーザーの皆さんが打ってもあれなんかディスタンス系のボールって言っても全然そういうの感じないなっていう意味か感じるんじゃないですかね。あとで僕もこれラウンド中に使ってみたいと思うので、まあ、そっちの動画もぜひ見てもらえればなというふうに思います。面白い、なんか意外と普通に飛ぶんでびっくりしました。今回もご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、いいね、コメントもよろしくお願いします。インスタグラム、ツイッターでも YouTube にない動画を発信しています。ぜひフォローよろしくお願いします。コロナに負けるな。